高尾です。明日は ST48 のくだらないとがありますね。8時半か。20時半です。20時半。くだらないとはそう。生放送かな？生放送。うん。YouTube で見れるやつです。いつぶり？あ、そうなんですよ。そう。クラコンの収録してたんですよ。そう。で、あ、そう、くるくるが初出演ということですね。くだらないとは YouTube で見れるはず。初登場ですね。私と愛子とリンさんですね。そうなんですよ。でも私はね、そう、1年ぶりなんですよね。クラコンが。なんか調べてみたら、スケジュールで検索してみたら、ちょうど1年前に収録してて、あ、1年ぶりだ、もうそんなに経つんだ。やだ。特技披露。急な特技披露。いや本当に。でも、もうあの、そう、くるくるは初登場だけどね、愛子さんとリンさんはもうね、プロみたいな感じなんで。クラコン大得意の、もうプロなんで、そう。どうなることやらという感じですね。面白いからね。でくるくるもなんかよく面白いって、あの同期の子から聞くからさ。ね、私はまだね、その一面をね、まだね、知らないの。
そっか、明日の深夜放送かってこと。すまないね、ほんと。すまないね。誕生日届きました、おめでとう、いなっちさん。ハッピーバースデー。三陽市の一年にしましょう。確かに。というわけで、明日はくだらないとがあって、あとあれですね、スイパラのコラボメニューが解禁になりまして、私はねキーマカレーになりました。いろいろ迷ったんだけどね、やっぱキーマカレー、カレーなんだろう、そう、大好きキーマカレー、カレーの中でキーマが一番好きなんですよ。辛い？どうだろう、食べてないけんね、わかんないんだけど、でも野菜が、夏野菜がいっぱい入ってるからうまいんじゃないかと思ってます。そう、うまみ、ね、なんかね、野菜をいっぱい乗せる予定ですっていうのは書いてあって、今解禁されてる写真はさ、見らずにメニュー決めたから、メニューじゃない、名前、カレーの名前っていうかメニュー名決めたから、とりあえずなんか野菜って入れてみたけどさ、予想よりもめっちゃ野菜乗っててびっくりしたし、まさにうまみ、うまみたっぷり、そうそうなんや、めっちゃね悩んだんですよ名前やっぱりなんかサーヤンっぽい、サーヤンっぽさ、メニューだけでも分かるサーヤンっぽさを出したくて、旨味しかないやんってにしましたね。イラストもね、ちょっとインスピレーションで描いたんですけど、よくよく見るとね、すごい可愛いんじゃないかなって思います。イラストよくよく見てみてくださいね。あれもらえる？もらえると思う、頼んだら。そう、あれは色鉛筆で書いてますね。そう、よく登場する子で、あの子はいつもなんか誰って言われるんですけど、誰とかはないんですけど本当にただ誰とかはないけど、名前もなくてどうしようかなって思ってます。でもそう、ペンライトカラーのフィルムにもなってるし、そうそうそう、頭にねお水乗せてバランス取ってるので、右手に赤色のあの辛そうななんか火を持っててで左手にあのカレーのなんか
黄色のなんかランプ、魔法のランプみたいなやつを持ってます。なんかカレーっぽいかなと思って。あ、そう、ルー入れるやつ、そうです、それ。そう、あまりね意図せずともペンライトカラーになってます。そうそう、なんとなくカレーってイメージして出てきたのが、そう、あの炎と黄色いやつだった。しかもカレーってやっぱりみんな好きだからさ。食べやすいんじゃないかなって思いますね。夏っぽいし。そうそう。なんか別に私のこと推しじゃなくても食べたくてみたいな人もいそう。でもみんなメニューの名前すごい凝ってましたね。なんかセンスすごいな、みんなと思ったよね。みんなのメニューあれ見て知ったんだけどさ、みんなさセンス抜群だね。びっくりしちゃう。ありがとうございます。うんうん、確かにうまい塩分補給ラーメンめっちゃいいですね。どうやったらそんな出てくるんって。あ、そう、みちゅさんもね、秘密のやみつきパンケーキだっけ、うまいね。うまいね、秘密中持ちネタなん。持ちネタ。そう、嘘、ココアさんのココアフロートかっこ嘘はあれはどういう意味。すごいシンプルに、コーヒーにアイスだからココアじゃないから、まあ、ココアフロートって言ってみたけど嘘だよってこと。うん、そういうことか。そうだよね、確かにね、ココアさんはもうココアだもんね。確かにココアさんだからココアかと思いきやコーヒーフロートなんだね。確かに斬新ですね。頼みたくなります。らしさ溢れてるよね、みんな。私もね、カフェ行きたいと思ってる。いじられそう、確かにいじられそう。ね、行けたらいいよね、メンバーとも。
行きたいですね。分からん、行っていいか分からんけど行っていいか分かりませんけどね。まあ勝手にはダメだろうね気軽に行きたいですけど。オーラを消せば大丈夫。さすがにいつもの自分だとしてもいけるかな。でもさ、絶対さ、ファンの方さ、目をさ光らせてるでしょ本当に絶対目を光らせてるでしょ。誰か来るたびにメンバーかって思うんじゃない。メンバーかね、いくら消してても。確かに確証を持てるかな。でも多分私一人だったら確証を持てないと思うんですよ。誰だろうなみたいな。でも二人とかだったら多分誰々とサーヤンかなみたいな。なりそう。いつものやつ。もしかしてリネちゃんですか。わーと、あ、サイアンですか。あ、はい地元の友達ではありません。私もアイドルです。すれ違いざまにももちゃんとサヤン。はい、そうです、サヤンです。地元の友達ではありません。でももう私は地元の友達とって思われてもいいって思ってる。うん、だからなんか一緒にいてメンバーとで声かけられて「サイアンですか?」って言われるまではずっと微笑んでる。優しいものなしでずっと微笑んでて。よかったねーって感じで。そう、ちょっと
なんかそう友達感を出してる。そうそうそう。いられなかったら、うん、あのそう友達といたよって感じで過ごそうかなって思っとる。自分からは言えんね。私わかりますか。言えん。いやんかそれは。一人で街歩きますよ、一人でよく。でも多分一人の世界に入ってるからさ、し一人の世界に入ってるし、なんか多分ちょっと話しかけにくいオーラが出てると思う。いや結構私あんまりね、歩いてる時イヤホンつけないんだよね。なんかちょっと外の空気感というか、なんかゆっくりしてる時は特に何も決めずに歩きたくて、気になるものがあればなんか見たいなって感じで。そうやっぱりさね、なんだろう、うん、自分の世界に入ってるわ。いい時間ですよ。そう。ゆっくりね、なんかね、歩くだけでね、なんか気分転換になる。そう、そうなんですよ。私ね、タンポポが好きなんよ。しかも綿毛のタンポポが好きで、6月はねあったんだよね。まだもうないかな。そう、ふーってやったら飛んでくやつ。まだあったの。でもふーってしたことはあんまない。でもね、花好きなんだよね、なんか見るの。だけんタンポポも好きだけど、ひまわりも好きだよ。ひまわりはね、太陽に向かって咲いてるからな。
でもそう、ひまわり畑とかは行ったことなくて、行きたいんだよね。そういうなんか、そう、花がいっぱいあるところ。行きたいな、撮影とかで。自然が好きなんだよな。みんな好きか、でも。そういう場所。あ、都会が好きな方もおる。まあ、そっか。広島いいよね。私のね、第二のふるさとです。本当いいとこですよ。いて、釣りそう。滝ね、そう、滝すごいんですよね、マイナスイオン。滝ってすごいんですよね。なんか、なんだろう、近くで見たらほんとなんとも言えん気持ちになる。なんか元気もらえるっていうか、なんか「はあ」ダムはちょっと怖いかも。パワーが強すぎる。強すぎん。なんか引き込まれる 引き込まれるといえばね、あれですよ、宮島のあの鳥居、あれはね、私ね、ずっとね、眺めていたいぐらいね、なんかすごく引き込まれますね。そう、近くまで行きました。夕方ぐらいだったからね。そう、あんまり
その人気がいない時にちょうど行けたんで。終わったんですよ工事。あれはね見てほしいな。力があるねあれは。神秘的なんですよ。行ってみてください。夕方ぐらいはあんまりかな、わかんない。私が行った時がちょうどあれだったからかもしれないけど。そう、厳島神社、世界遺産です。日による。私宮島はね本当にねめっちゃ好きで何回でも行きたいんですよね。そう、パワースポットかも。神秘的です。でもあれよ、お店が閉まるのが結構早いからそこだけ気をつけてください。山はねまだ登ったことないんですよね。行ってみたいな。なんかフラッと行きたいんだよね、何も考えずに。うん、2時間で登れる。2時間、公園と同じやね。ちょっと例えがアイドルだったか、アイドルだったかっていうか関わってる感じだった。アイドルっぽくないけど。ロープウェイか。ロープウェイね好きですね。暑すぎる。あー暑そうだね今。確かになんか宮島は夏はめっちゃ暑くて冬はめっちゃ寒いらしい。確かに私そう言われてみればね春か秋にしか行ってないかも。ロープウェイの高さは平気。なんだろう、私どこが無理かな。なんかああいうロープウェイとかは大丈夫だけど、なんだろう、なんか確証がないとこは怖いかも。柵がないとか、あと一歩で落ちちゃうとか、なんか確証ないところ結構怖いかも。みんな吊り橋ね、私吊り橋あんまりね渡ったことないんだよ。
だけど、そう、下がガラスは全然大丈夫、ガラスは割れないと思ってて。安心だと思ったら大丈夫。でもそういうなんか危ないよっていう映像を見たら怖くなるかも。こういうことがありましたとか、過去にそういうのを知ってたら怖いかも。当たり前サーヤのこと言ってる。まあそういうもんよ。そういうもんよ。そう。だけどそんなにあれかもね。高所恐怖症ではないですね。そうだね。暗いところ、暗いところも、わかんない。暗いところ大丈夫か。寝るとき電気消すし。狭いところ、狭いところね、好きですよ。でもかくれんぼは怖い。かくれんぼでなんかそういう狭いところとか暗いところ行くのは怖い。好んでなんか楽屋とか端っことか暗いところ行くのは好き。見つからないのが怖い。隠れて、隠れ物って怖くない？あえて見つけてくれるからいいけどさ、見つけてくれなかったらさ、まあ、勝ちかもしれないけどさ、なんかさ、それでさ昼休みとか終わっちゃったらさ、どうなるん？どこに寄ったんって言われてさ、終わりよね。どこに隠れとったんって言われてさ、なんか、あそこのなんかすごい狭いところとか暗いところとか言ってさ、気づかんかったで終わりよね。ずっと一人でさ、体操座りしてさ、なんか待っとってさ、来ないなってずっと探して、なんかね、時間過ごしてキンコンカンコンってなってさ、あれ？結局それでさ遅れそうなるよね。カナエピではありません。実は何ですかねこれ。実は何ですかね。
実話ではないですね多分。都市伝説都市伝説なんか鬼ごっこって言ってさ、なんだろう、鬼ごっこ、そう、私ずっと鬼だから いや、そうじゃない時もありますけど、そう、鬼ごっこ、なんだろうね、結局鬼ごっこしてもさ、なんか一人だよね。なんか鬼ごっこもかくれんぼも一人だけどさ、鬼ごっこも一人だよね。もし自分が鬼でもうなんか探しきれるまで一人だし、でもし自分が鬼じゃなくても鬼が来ない限り一人だし、結局そうだよ。あ、ケイドロ、ケイドロはドロケイ、ケイドロ、ドロケイ、私はケイドロ、私はいつもそう、あの警察の方におるのが好きだった。いや、警察だったらの、なんかそう、あれよ、見張りみたいな人、何人か見張りにつけれるんですよ。その見張りが好きだった。うん、そうです。そして逃がしてたえ、どうだったかな、多分そういう時もあった最悪な何もしてない、何もしてないね、そんな。確かにおもろ、意味なし。でも私はやっぱり昼休みとかはなんか
窓からなんか校庭をなんか見るのが好きでした。そうそうそう、黄昏れてる。時々ね、風が吹いたりして。そう、遊んでるって感じ。みんな遊んでるねって、楽しそうだねって。なんか人間じゃないみたいな言い方。人間じゃないみたいな言い方してた私今。なんか違うな。なんか違う。人間ですよ。まあそっちの方が好きだった。まあ結局なんか鬼ごっことか、なんだろう、するのもやってみたらさ楽しいんだけどね。やってみたら楽しいんだけど、やるまでがね。難しかったよね。教室何してたか。何してたっけ私。え、何してたんだ私。何してたっけな。え、何してたんだろう。なんかレクリエーションは1週間に1回あって、それは絶対参加さないかんくてみたいな。え、でもなんかすごいなんか鬼ごっことか遊び、なんかなんだろう、そういうのに誘ってくれる優しい子がいて、遊んでた記憶もある。それでそう、なんか勝手にっていうか急に参加する子みたいな。って感じ。あとは何だろうな。何だったか。なんかね、なんか廊下を歩くの好きだったよね。何してたっけな。なんか廊下歩くの好きだったかも。2階とか3階とか4階とかなんか歩く
階段登ったりとか、なんかあんまり使われてない教室怖いなって思ったりとか。みたいな。何してたか本当覚えてないな。なんだろう、なんかと歩いたね、歩いてて、そうなんか一番上の階のなんか角がめっちゃ怖かったね。なんかそれめっちゃ覚えてる、怖かったあれ。なんか机とか椅子とかいっぱいあって、なんだろうな。何してたんだろうな。そっか、そう教室にあんまりいるとあれなんだよね、なんかなんだろう、多分なんだろう、そう何してるんだろうと思われちゃうから多分散歩してた。ちょっとあんま覚えてないな。屋上は行けなかった。屋上行ったことないな。でもね、中学校は部活があったから、やることはいろいろありましたね。鍵かかってる。ああ屋上、どうやったら行けたんだろう。なんか記憶が、どの記憶がどれかわからんくなってきた。そう中学校はそうですね、昼休みも昼練があった。お弁当、給食、でも友達はちゃんといましたよ。小学校の時もなんか、うん、いたいた、優しくしてくれる人いた。で、そう中学校で、あ、11年生の3学期2学期ぐらいに出会った。高校の時は同じクラスの子で席が近くて、
その2人はね、そうなんかね、人気者なんですよ。今も連絡取ってるよ。今でも友達。なんかそうなんですよ。すごい、なんだろう、人気の子、クラスのなんか本当ムードメーカーみたいな子がね、なんか仲良くなるんだよね。その一人と。ね、何なんだろうね、すごいよね。そう、なんかすごいんです。私そういうとこはすごいんですよ。そう、みんなと仲いいから。確かにみんなと仲いいけど、その中で一番仲いいのが私なんですよ。すごいでしょ。すごいでしょって何かあれだけど、そう、その親友ちゃんになんか最近なんかね、そう、あのカメラのアプリ変えたんよねって話したら、別に全然前のもそんな変わらんよって言われた。そうそう、あのなんだろう、そう、加工の話、加工そんなにしてなくないって、全然してないよって言われたから、あ、そうなんだ。そう、なんか一回ノーマルカメラで撮って、ハッシュタグの無加工をつけて投稿してみたらって言われたけど、ちょっと迷ってる。時々見るんだよね、そういうなんかハッシュタグ無加工。でもさ、なんかノーマルカメラって直接見るよりもなんかすごいね、なんだろう、違く見えるんだよね。見てから私は一番あれが好きですね。なんかカメラで撮った自分が一番なんかいいかも。
そう、そう、一眼レフとか携帯じゃなくて、実物はね私見れないからさ、自分のこと自分で自分なんか、まあ、鏡見たら分かるけど、あ、フィルムカメラね、確かにフィルムカメラいいね。そうだけん、そうグラビアとか、確かにね、カメコ STU とかあるよね、確かに。ねえ、鏡の中ってね、脳がちょっと変えてるんでしょあ、そうなんだ。カメラはね、高画質だからな。なんかね、ちょっと確かに加工して載せてくださる時もありますね。iPhone カメラなんかね、ライブのね写真とかはの、あのカメラは、カメラっていうか携帯のカメラいいよねなんだろうな、多分部屋とかはちょっとあれかも、変わるかも、暗いとかあるから、明るさ調整したら変わるかもね。あれなんだっけ、この前の大阪でのリアル話し会で研究生ちゃんたちが写真撮ってもらってたけど、可愛かった。ね、てかみんな可愛くてびっくりですよ、ほんと。なんかカメラ表情とかポーズとか、うん、可愛かったです。私がね加入してての頃はね、あんなあんなね、うん、すごいですね。器用だな。最初笑えなかったもん、写真撮るときとか。自撮りもめっちゃ下手だったし、カメラがね苦手だったんよ最初。めっちゃ意識しちゃってさ、でもほんと慣れたよね。また調子悪い時もあるけどね。
この前生写真の撮影しててさ、なんか研究生ちゃんたちが見学しにいろいろ回っててさ、なんか意識しちゃったもうね、すぐ意識しちゃうんだけど。もう私加入してもうすぐ4年なんですね。早いね。そうなんかこの前なんかふうさんのこと考えてて、ふうさん4年 ?3 年 ?4 年間だっけ在籍したのが、とかでなんかふうさんがいた分を、いた年月分を自分も過ごそうとしてるんだなって思って、なんかそう思ったらさ、なんかすごい濃いんだなって思いましてね私あっという間でしたね、ほんと。え、そうなんよ。そう、自分がこう加入してね、なんか加入してから卒業していった先輩方より、自分はそれよりも長く続けてるっていうことってことが、なんかもうこれから続いていくからさ、うんね、だから本当に先輩方は私の今の気持ち、今のこの年月分過ごして、そう、次のなんていうのかな、旅立ってるからさ、なんかびっくりしたんだよね、そう思ったら。ね、確かに。もう、そうだね、高尾さやかって書いてある衣装を、次、またね、後輩ちゃんが着たりとか。高尾さやかいたんだね、みたいな。高尾さやか先輩の衣装着たよみたいなね、子が増えるというね。ねえ、
オリジナル衣装ね、増えましたね。自分増えたわ。嬉しいな。確かに私の花だれ衣装を着てる子、さこちゃんとくるくるとあずみさこちゃん着たことあったらしい。今も着とるんか確かに叶ちゃん着そうだね。そうなんですよね、さこちゃんどんどん身長が高くなって伸びてきてるから、もう私の衣装よりももっと的確な衣装があるんじゃないかと。そうなんや、どんどんね成長してるから。身長測ってないです最近。変わってないと思う。変わるかな。ってかヨーグルト一日に何本もらえると思いますか。2本飲んだらどうなるかな。なんか今日までの賞味期限のヨーグルトが2個あって朝飲んだんですよ。もう飲むしかないよね明日はちょっと厳しいよね。明日の朝は行けるかな。じゃあ気分で変えよう。私昨日の夜にね551の豚まん食べた。そう差し入れでもらったやつ。大丈夫だったこれメンバーに言ったら絶対に「えそれ大丈夫なやつなん?」って言われるけど、豚まん551の豚まんはあのシールドじゃなくてもその変わったやつでも2、3日は持つから多分大丈夫。そう温めたけんね、よかったです。
そうなんよ、持つんですよね。冷蔵庫にそう入れておけばいい。あ、待って、からしつけるの忘れてた。からしつけて食べるの忘れてた。つけて食べようと思ったのに。でもつけなくても美味しいからね。美味しくて気づかんかったんよ。うん、今日までだった。じゃあいいか。ほんと何の話って感じよね。待って、何の話ってことをずっと話してるわ。まあそんなもんか、いつも。今あれですよね、待ってよ、ふふふふふふふ、ん、あ、全国ツアーは「プレイガイド」先行チケットと AKB グループチケットセンター姉妹グループ会員先行一般会員さんが受付中なのか。回ってるやん。昨日で終わってるやん。だってさ、赤い大きい文字でさ、米印でさ、受付中とか言ったらか。昨日まででした。へえ。いや、皆さんどこを申し込まれたのかなと思いまして。神戸と大阪と東京が多そう。もしかしてだけど、そうか、もしかしてサーヤンファンは福岡多いですかね。
もしかしてだけど、なるほどね。そっか。なんか多そうですね。やっぱね、ここでも楽しめるし楽しめるますよ。福岡はね、やっぱ快晴なんで。でもあれだよね、前のツアーの前のツアーのやつのなんて言うんだろう、振り返なんだ、リベンジっていうかもあるからね。まあ、また言います。うん、楽しみだな。福岡ね、本当に。あら、あれかね、配信とかもあるかな。ねえ、福岡配信してほしいな。おすすめのお店、じゃあまたメールに送りますね。新しいのないな。あるっけ。
福岡。ああ、でもあるある、あれ就活だし、あるわ、メールで送ります。ツアーに、ツアーで福岡来れない方は、まあいつか福岡来た時にね、のためにね。屋台はね、行ったことないんだよね、私。ラーメン美味しい。うどんめっちゃ美味しいよ。ごぼ天うどん美味しいですよ。すごいごぼ天のうどん屋さんがあるんですよ、博多駅に。地下にあるんですけど、びっくりする。結構暗いとこだった気がする 結構ね、なんかなんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、あそこちょっと地下の方でも、そのなんかいっぱい人が、なんかなんて言うんだろうな、ちょっと歩いたところにある迷いそうなところ端っこにある。福岡はそう、うどんもめっちゃ美味しい、どこも美味しいけど、福岡のうどんは違いますよ。もちもちしてコシがないって言われるよね 風邪ひいた時にはうどんを食べますね。フォローありがとう。優しい感じ、そう。でもうどんはどこも美味しいけどね。ちょっとまた変わったって感じかな、福岡。うどん有名。
美味しい。よいしょ。じゃあそろそろ配信終わろうかな。来たばっかり。ちょうど今来ました。なんかなんとも言えない気持ちになるよね。なんか今来ましたってコメント来た瞬間に私がそろそろ終わりますって言う時結構あって、なんとも言えん気持ちになるよ。受験です、ありがとう。もらい、そうだね、ゆっくり喋ってたらなんか時間経ってるよね。なんかほんと思ったこと喋ってるからな。ね、ありがとうございます。楽しいね。楽しい時間はあっという間で、そう、もうすぐで真夜中の時間が来ますね。まあ寝ます、今日は。なんか今日、あ、昨日寝れたんですよ、私。今日もね、なんか寝れそうな気がするんですよね。なんかね、寝方をね、覚えた。あまり考えないこと、いろいろ。あとね、画面、携帯の画面見ないこと。そう、考えない、考えな
いさそうで考えてたっぽいです、いろいろ。あ、ヨアモー、いてててて、足が、1万1000人、びっくりした。ボンちゃん、イワちゃん、バリーさん、コッペさん、メガバイトちゃん、モーマルくん、イナッチさん、ナリさん、マイセンさん、F 渋谷さん、コブヤキさん、トモキチさん、アキナリさん、イナリンさん、タカノリさん、フジポンさん、ロックオンさん、ハンちゃん、ホタテ様、ヒデヤさん、ハーギーさん、シロさん、プリメーラさん、トシサさん、え？ん？奥田ゆいな、奥田ゆいなちゃん？本物？セイヤンさん、イヌちゃん、ミツルンさん、トキワさん、え？クルシマユウカちゃん？待って、どういうこと？クルシマユウカちゃん、フーさん、ガッちゃん、ケンジですさん、アルフィンさん、ありがとうございます。え、なに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 、私急に人気者に私急に人気者になった。でもね、私前回3期の子来たと思ったら偽物だったんよ。そう、この前偽物やったよね。そうなんですよ。本人認証マークがないからね。くるくる本物ありがとう。確かに今個人ツイッターないか。あ、なんかくるくるがレインボースター、ありがとう。もしかしてあれか、もうコメントできないんか。私の圧を感じて。くるさん、ありがとね、いつも。あ、そっか、すごいコメントできない時間帯、すごい。じゃあ終わろうかね。ゆっくりとすることとします。ありがとう。じゃあねー。